皆さんこんばんは。ブレイバーツゲーミングブラッド大佐です。皆さん元気ですか？今日は、土曜日の夜ですね。もうめちゃめちゃ楽しんでますか？はい、私はやっと今仕事が終わったような感じなのかな。で、今配信を始めました。ですね、今回、サムネイルにもあった通りの、ですね、3月7日から開始されます、ルートダービー、ですね、ダービートーナメントについての、ご案内を行った後に、レイドとか行ければなと思っております。はい。でですね、こちらの今回のイベントなんですけど、多分全世界の一斉に開催されるイベントなんじゃないかなと思っております。はい。でこれが、誰でも参加ができるイベントになっているということで、ですね、こちらが、戦利品ダービーですね。ちょっと日付がちょっと違いますね。これはどうなってるんだ。あ、これあれなんですね、ちょっと逆になってますけど、表記が3月7日から、3月13日までで、時間が、深夜、まあ、深夜というか0時0分から、朝方の3時59分までと、その後、AM10 時から、23時59分までで、入れるようになると思います。こちらの、やり方がちょっと出てないですが、ですね、この、多分なんですが、こちらのイベントとか、このサプライレースとか、勢力争いっていうところに、このルートダービーが出てくるんだと思われます。このボタンが多分この戦利品ダービーが多分ルートダービーだと思うので、ここがそうなるんだと思います。で、ですね、まあ、参加報酬とかもありますので、ですね、まあ、これが最初の、予選がですね、個人戦になります。で、マップが、ですね、この、ルートダービー用というわけではないらしいんですけど、ですね、その農場になるみたいですね。で、農場で、計5回しか行けないのか、もしくは5回以上行けるのかっていうところがちょっとわからないんですけど、ですね、5回行って、で、合計が、50万ポイント相当を、超えたら予選に勝ち残りというような形になるみたいです。ここのちょっと計上方法もちょっといまいちわからないですね。その5回までしか行けないのか、とりあえず5回以上行けて、でそれのトータルで、上からその5回のトータル5000ポイントを超えたら予選に行けるのか、それとも5回しか行けないで、その5回の中で、いわゆる50万ポイントか、50万ポイントを超えた人が予選を抜けれるのかっていうところが、ちょっと完全にはまだ、発表がされてないのかな、はい、というところですね。で、一応その国交のそのイベントで入っていった場合の、ですね、持ち帰ったアイテムが、そのイベントを脱出したタイミングで、すぐポイントに、10日ポイントで、交換されるということです。なので、いわゆる、物資を持ち帰れないということですね。ポイントに全部変わります。で、そうですね。で、一応その1人のコントラクターを倒すと、5万ポイント。そしてボスのトークンを持ち帰ると20万ポイントということになっております。そうですね、これかなり大きいので、ただまあ一人でですね、ボストークンを取りに行くっていうのも非常に苦行なので、まあ皆さん、まあ腕に自信がある方はボストークンを取りに行くっていうのもすごいありなんじゃないかなと思います。私はちょっとまあ一か八かでしか行かないかもしれないはい。で、そうですね、でここに、まあその参加者報酬っていうのはここに載ってますんで、この参加報酬っていうのが、まあ、これがちょっと全部もらえるのかいずれかなのかはちょっとまだ不明なところがありますね。はい。ルールがそっかこっちに載ってますね。
3月7日からで、3月14日。ですね、そうですね。ここは私が説明をしましたね。農場のトーナメントモードですね。で、このフレンジーマップっていうのが、決勝、予選を抜けた人たちが行くマップのことだと思います。これはちょっとまた後ほど、ご案内しますね。持ち出されたサプライは大会ポイントに変換されます。で、このこれはまたファンジーマップの方で説明しようと思ってたんですけど、ただし、チームメイトのために持ち出したサプライは、チームメイトに戻されることも、ポイントに変換されることもないということなので、ちょっとこちら、そうですね、決勝の団体戦のファレンジーマップの方でのちょっとご案内で、ちょっと重複しちゃうかもしれないですけど、仲間の装備を持って帰っても、相手に戻してあげることできませんよっていうことになってます。はい、であとは特別なアイテムを持ち出す必要のあるストーリータイプのタスクとかも、大会マップではクリアできないものもあるということですね。なので、まあ、この大会に参加した状態で、タスクもクリアしようっていうのはちょっともうやめた方がいいということですね。はい、まあ予選参加資格はもうダービーに参加する資格があればもう予選誰でも参加できるよと。でフレンジー参加資格、これがまあいわゆる予選、やっぱり予選5マッチって書いてありますね。5マッチ以上じゃないのか。もう5マッチで合計50万ポイント。おー、これ5回しかいけないってことですね。5回で50万ポイント獲得すると予選を抜けれますと。俺抜けれるかな、俺。頑張ろう。結構大変ですね。はい。で、報酬は予選とフレンジーで、プレイしてポイント、獲得し、トーナメントバトルパスでアップグレードで報酬をもらえると、はい、予選では上位5マッチで獲得したポイントの合計で順位が決定し報酬が獲得する。でフレンジーではいわゆるこれ決勝の団体戦のことだと思います。プレイヤーの順位が決定し5マッチで獲得した個人ポイントスラッシュ分体ポイントの合計に応じて報酬を獲得できます。フレンジーが終了すると予選とフレンジーのランキング報酬をイベント画面で受け取れます。なるほど、これ必ずイベント画面で受け取らないといけないことですね。はい、エリミネーションラウンドが終了する前に必ず全ての報酬を受け取ってください。イベントはエリミネーションラウンド終了し、受け取ってない場合は消滅してしまいます。これ必ず受け取るようにしましょう。戦利品ダービーの詳細、はい、参加の有効性、ダービーマップに入場することで参加したものとみなされます。試合期間中に戦闘を開始したが戦闘が、試合期間を過ぎてから終了した場合も参加したものとみなされる。まあ、これは多分、ギリギリの時間じゃないですか。いわゆる午前23時50分ぐらいに参加したよっていうので、その時間を超えてしまったとしても、まあ、その前に入っていればそこまでは参加したものになるっていうことだと思います。試合期間が開始する前に戦闘を始めたものは、参加したものとは見なされません。ああ、そうですね。今度は0時0分の前に、参加したものは参加したものと見なされないということですね。はい。結果の有効性、個人の結果、参加してその結果が正常に計算される限りポイントは個人の試合結果に含まれます。分体結果、参加したチームメンバーが同じリーグ分隊の人だった場合、分隊全員が持ち帰ったサプライの価値の合計は分隊の、試合結果に含まれますと。そうでない場合は個人のゲーム結果だけになってしまうということですね。そうでない場合っていうのはちょっと難しいですけど、そうですね、この分隊結果っていうところですね。予選を抜けた人たち同士で、チームを組むことができるみたいです。はい。でチームを組んで、そのチームがある程度したら固定されるらしいです。じゃあそこはまた後ほど載ってるのかな、分隊のルールかな。フレンジーに進む資格を得たプレイヤー、いわゆる予選を抜けたプレイヤーはフレンジーの期間中分隊の、作成または参加ができます。分隊は最大6人、ここ大事ですね、6人のプレイヤーで組むことができます。4人かと思ってた。いやー、この件に関して結構運営さんですね、はい、この担当の運営さんとちょっとやり取りをしてて、これ分隊の人数って何人なんですかっていう質問をしてたんですけど、6人なんですね。6人、いずれのプレイヤーも1つのダービー分隊にしか所属できません。まあいわゆる
何個もこう掛け持ちができないってことですね。でプレイヤーが分隊を離脱した場合、自発的かどうかを問わず、そのプレイヤーの参加によって生成された分隊の結果は消去されます。これ困ります。本当に分隊を抜けるみたいなことはもうこれはですねとんでもないですね。はい、とんでもないことになりますので、分隊を抜けるだからちゃんと、まあ、なんですかね、まあ、本当になかなかこう気が知れた人たちが抜け切ったらそこで、チームが組めればいいんですけどね。まあここはちょっと気をつけられてください皆さん。でフレンジーが始まってから3日以降、プレイヤーは分隊を離脱することができません。あ、これだ。いわゆるその登録、その固定のチームメンバーになるということですね。でランキング、予選とフレンジーのレイドの結果は、別々にランキングされます。ランキングは個人、分隊の上位5試合の合計に基づいて計算されます。プレイした試合が5試合に満たない場合、プレイした全試合の合計スコアが加算されます。計算か。プレイした試合が5試合に満たない、なるほどですね。そういうこともあるかもしれない。5試合以上できるのかと思ったら5試合しかできないのかな。ちょっとそこのところが結構また気になるところでありますね。はい。安全性、チート行為への対応。1、大会期間を通じてチート行為をするプレイヤーは対応する処罰が与えられるだけではなく、次の罰則も与えられます。チートプレイヤーは参加資格を失い、リーグ分隊からも追放されます。適用できる場合、はい、当たり前です。大会に参加しているチートプレイヤーによって生成された結果は個人と精鋭分隊の結果を含め全て消去されます。これですね、本当だから本当になんかね、チームを組むとき気をつけてください。もうちょっとわからない人と組まない方がいい可能性すらある。難しいですね、怖いですね。はい、ということです。こっちが予選で、フレンジ、こっちが決勝の方ですね。決勝なの、これ参加報酬なんか変わった？変わってない気がする。変わってない気がしますね。こっちで見ても一緒かな。はい、私がですね、運営からちょっと、私自身が聞いた、これは、他の公式クリエイターで知ってある方がどれぐらいいるかはちょっとわからないんですけど、私個人がちょっといろいろとこのルートダービーについて、お話を伺った際に、なんかいろいろと聞きました。どうやって参加するんだとかいろいろと聞いた中で、一応ですね、案内していいよっていう範囲を、いただいておりますので、ですね、すぐ開けるようにしてたんですけど、そうですね、気になるところなんですけど、ですね、実はここに載っていない情報があります。これほんとね、俺の配信見てる人がね結構ときめくと思うよ。まあ、ちょっとね、まだね、今みんなレイドの時間だからね、接続の数が少ないかもしれないけどね、ここほんとすごい大事なこと言います。これ多分結構知ってる人いないからマジで。ですね、これ、決勝チームのランキングの景品っていうのが、商品化っていうのがあります。で、多分ここに載ってるここら辺っていうのが、そうですね、私が知る情報だと決勝戦の個人ランキング商品です。これここ結構な、みんなマジ聞いた方がいいよ。ですね、決勝チームのランキング、チームのランキングですね。決勝の個人ランキング、予選のランキングの商品までが、一応ここらに開示されてますが、ですね、実はこのフレンジーで決勝チームのチーム自体のランキングの商品品というものがあるらしいです。はい、もうもしね、ちょっとこれがね、運営のちょっとね、理由でね変更になったら、
ブラッドデーさんお前嘘ついてんじゃねえのって言われちゃうかもしれないですけど、一応私がもらっている情報でいくと、ですね、チームの、まあ、いわゆると世界ランキングになるんですかね、1位から、ですね、まあ、基本的に多分参加した全てのチームになると思うんですけど、1位から9999位まで、これ永続の称号がチームメンバー全員に与えられるということを私は知っています。これ多分みんな知らないです。はい、一応ちょっとまあ称号名聞いてはいるんですけど、これもしかしたらちょっと変わるかもしれないんで、称号名はちょっと控えておきますが、一応 A級の称号という形で、もう一回言いますね、決勝のチームのランキングの商品は1位から9999位までのチームメンバー全てに永続の称号がもらえるということです。で、1万位からまあそれ以降の人たちにも一応その同じ称号がもらえるらしいんですが、その称号は7日間で消滅するということです。はい、称号好きなあなた、そこのあなたとあなた、私も称号が好きです。なので私はこれをこの話ですね、最初にこのルドダービーの話を伺った時に、ああまたなんか賞金のやつあるんだって、まあ今まで勝者無双とかいろいろ出たけど結構大変だと思うなと思ってたんですけど、まあそのなんかこうなんか優勝とかしたら景品とかあるんですかみたいな、何かもらえるのあるんですかって言ったところで、私としては一番燃える永続称号っていうのがあったので、めちゃめちゃテンション上がりました。はい、なのでですね、これまあ多分運営さんに一応配信する前に大丈夫ですかって案内をしてて、大丈夫ですよって言ってもらえてるし、まあ何か問題が起こらない限りはこの流れは変わらないと思うので、はい、もしね変わっちゃったらね、あブラッド大佐嘘つきって思わないでね、お願いします。それはちょっとブラッド大佐被害者だなって思っていただければと思うんですけど、まあ、きっと多分称号はもらえるんだと思っています。私自身ももらえると思ってるんで、テンションが爆上がりしております。はい、ということで、3月7日から、始まるこのルートダービートーナメント、ぜひですね皆さんこれ全員が参加ができますんで、私も一応その公式クリエイターとして、まあ、配信しながら参加をすることになると思うんですが、皆さんもねぜひね、主役は自分ですよ、本当にね、主役は自分自身です。自分が主役になってぜひ頑張っていただければと思います。そして予選を勝ち抜いて、いろいろな仲間たちとチームを組んで、決勝に挑んでいただければと、私も私のクランをまあ中心に、メンバーを組んでいこうとは思っています。はい、まあ、またもしかしたら誰かとご縁があるかもしれないんで、その時にはよろしくお願いします。はい、ということで、ですね、ルートダービートーナメントについての、ブラッド大佐からのご案内になります。はい、それでは、こっからはですね、まあ、通常のちょっとレイドをやっていこうかなと思います。まあ3戦4戦ぐらいできればいいのかなと思っています。とりあえず、うちのクランのメンバー誰かいるのかな、ここいるのかな、タカ君あたり入れるか、そうでも皆さんもね、なんかあれば、タカさんこんばんは、天野さんもこんばんは、ありがとうございます。ちょっと配信に熱弁でちょっと見てませんでしたこんばんは、そうちょっとね、ちゃんとね言いましたからね
あのもしな何言ったんだろうってわからなかったらぜひ見直してください。はい。ああ、和田さん聞きました。そう、永続ですよ、永続。ね。永続らしいですよ。すごい。私ちゃんと聞きましたからね。ちゃんとどういう大会なんですかとか、なんか、どういうやつなんですかって聞いて、はい。聞きました。さあ、ということですね。なんか、あ、お母さんがノスイって書いてる。あ、はいはいはい。了解了解。じゃあこの間の雑談でもしますか。ねえ、いや3月7日からね、ついにね、本当なんか今までのなんか大会って、もう勝者無双とかもなんかその多分これは今度ですね。本社の方からで、ライオンズ、ゴールデンライオンズリーグに所属しているクリエイターとかを中心に、大会の案内が来て、で各国々の、所属しているクリエイターの方々にも声がかかってみたいな。ただ一般的なプレイヤーから見るとなんだよこれクリエイターたちがやってるだけじゃないかっていう戦いだったと思うんですね。今までこの、4月7日から4月14日からリリースされてからでいくと今半年ぐらい経ちましたかね。はい。でただやっとですねついにこの半年経って皆さんが活躍するタイミングというものが来ました。全員ですよこれは。多分全世界のプレイヤーが盛り上がれる。どこからスターが出るか分かりません。いや面白いですね。そう、まあね、私の戦術分隊ムーブもね、いやそんな戦術分隊とかじゃないよとか、個人技全てだからっていうね人たちもねいると思うんでね、なんだろう、そういう方々とかね、もう自分たちの実力をめちゃめちゃ出せますからね。おっと、誰が、うん、ナイス誰か来ましたね。これ行くっきゃないパターンになってましたね。私ちょっとオープンされてましたけど、なんかイケイケな日本の方々が来たのかな。よろしくお願いします。伝えてクリエイターだよね。クリエイターです。クリエイター、クリエイターファイチューン。今配信中ですがいいですか。大家问佢，但系我唔识睇个问。ぜひ行きましょう。これ3人で行くじゃん。よし、じゃあちょっと一戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、では行きましょう。ちょっと関係のない方の声が入ったら申し訳ないんで、ここはちょっと消しておきましょう。ちょっと待ってね。お二人の声が配信に乗らないように、ミュートをしております。何も聞こえないのでご了承ください。
それでは。めっちゃゴリゴリやん。さあ行きましょう。久しぶり。しゃしゃ。なんかね、けどね、なんか X 見てる限りだと結構そのなんかその同盟チームじゃないけど仲間のチームからやられてるって話も聞いてるから、俺この勢力争いが始まったばっかしの時やってた時はそんなことがなかったんで、ちょっとそこが心配ですね。君のはパラレルに入ってこないからわからないということになっております、うん、まあいつもの通りですよね。さあ近づきすぎても負けるかな。いる？あの椅子のところ取ってもさ、いけるか。タカ君このきた、任せろ。裏ってどっち？あっちの
小道の方？小道の方？了解了解了解。小道は車線切ってる。もう一人の仲間の人って帰っちゃった？日本人の。いや、わかんないです。来たね、小道。来たかな。いた？小道打った？いや、仲間が打ってるよね。あっぶねえ、1枚いたよ。1枚取った。チームの、1人お亡くなりです。あ、ほんと帰ったのかな。やられた感じ。あ、そっか。装備持って帰ってあげられたらいいけど。撃つって教えてね、田川くん。撃ってるって教えて、もうそれだけ教えてくれたらだいぶ近い。なんかやらしいおるな。ここめっちゃ危ねえマジで。まあ、そこにタカ君が一枚いてくれるだけでだいぶ違う。あの小道の小通路の方をまだ見なくて済むから。結構仲間やられてんじゃん。仲間ってか、ふぅ。相当ゴリゴリだった。タカ君はあの小通路の方だけまずキープしとってくれれば、小通路から敵出てきたら教えてくれれば。とりあえず通らないところ。オッケーオッケー。マネージャーの方から出てきたかな。前出てきたかも。図書館の方ね。うん、けどまあ大丈夫。まだでも戦ってくれてんね、看板が。どこでやれるんだ。見えるかな。見えない。Zan signals. Understood. 多分ここなんだと思うんだよね。
しにした方がいいかな。あ、そこまで来てんの、バッタが。仲間もそこまで来てくれずに。ちょっと高くの前進してみるわ。下の階にいるっぽいな。こっちにいるのはボットっぽいな。こっちにいるわ、こっちにいるわ。いやー、グローザーさ、遠距離じゃないからさ、きついんだよな。めっちゃ慎重な人たちが多い。すげえな。この木は俺です。OK。車線潰してるんで。了解。そう、銃声させないといけなくなった。どうした？
俺4番の物資ちょっと見に行くよ。タワ君前線任せるね。勝ったからとりあえず帰ろうか。仲間も一人いなくなってるし。タオ君、一旦戻るね俺。あの、貼られないように。あ、どうぞ。うん。仲間の人が物資は取ってたみたい。駐車場あれクリアしとこう。大丈夫かな。あ、大丈夫だ。これ見て。うん。おお、よかったね。えいちゃん、俺さっき倒した敵の武士朝ラやった。せめて銀玉出ろ。リオス信長やりたい。ああ、分かってる。ちょっとさっき開いてたんだよね。じゃあ3番さんと4番さんが入ってきた感じ。大丈夫だな。よし。
がとうございました。俺が誰でもこう参加できるにしちゃってたから申し訳ない。今パラレル誰が入ってる？俺、あれ俺こう、どうぞ。これ PC どうなってる？入ってる？入ってるよ。みんなの挨拶して、はい。じゃあ、うかじゃん。はい。やべえやつだ。絶対うかの。また嫌われないようにね。嫌われないように、君。あのちゃんとね、配信は配信でちゃんと配信モード作っとかないと、利用者 100% で言ったら、嫌われるぞ。あの最新は利用数 80% ぐらいって思う。80でいい？これでいいよ。75% ぐらいって思う。よし。俺はもうあのね、ずっと待ってたんで10秒かけて。うん。岩田さん、岩田さん。よし。さあ、あと来るとしたら、トーレスか、信長が来るのかな？信長町ね。OK。俺のルートダービーの説明、ちゃんと見た？岩田。結構貴重な情報で言ったからね。すごい貴重な情報言ったぞ俺。わかりますよ。3人ともみたいな。はい、なんでなんてやつだ、本当に。見た。アーカイブ見ろ、ちゃんとあのお得な情報を俺出してるから。あ、ほら、今ね、はい、はい、見ます。今日はこっちか。信長どうした？おっさん。え、ごめん。ど、いないよ。いや、あのパラはいい。あ、来た。いいさ。こんにちは。あ、こんにちは。なんでそのショップ。これさ、信長乳酸菌ってちょっとこれあのやめてもらわないかと思って。で、パラレルでこいつ誰って言ったら消すよ。名前がわからん。あの多分みんなもわからんけん、そのクランに所属してる人も。あ、乳酸菌かっこ信長とかとか変えとくなら全然いいけどさ。うん、よし、ちゃんと見た？俺のルートダービーの説明と。結構お得情報を教えたよ。結構やる気になる情報をもうちょっと俺は今口には出せないから、ちょっとアーカイブとかでもちょっと見といた方がいい。もう見といた方がいい。結構ね、テンション上がるで。テンション上がる。もしかしてボフィー文章全員にプレゼント？いや、上がる。テンション上がる。それつまらんし、俺まだ一個も手に入れたことないんだから、そんなやつでもらいたくない。俺は渡したって。リムの貸し出しの価値も超えちゃった。だから持ってきて。すげえじゃん、信長。それ 6ベスじゃないの？それ借りてんの？いや、借りてない。ほう、あいつ見てください、価値。何？倉庫価値？倉庫価値。やば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 いね。頑張らないとね。
頑張り、あのその冷凍上げるのと比例してやっぱ資産が減っていく、冷凍の上げ方を忘れると冷凍はかなりブーストされてこうギュンと上がるんだけど、やっぱ結構資産が減る。やっぱり一番大事なのってやっぱ絶対生きて帰るが俺絶対大事だと思ってるから、だからなんかあなんかね、3レード4レード、あー0レードやったなっていうことは何回もあるけど、けどやっぱ生きてるだけで丸儲けみたいな、やっぱそのシステムにしないとお金どんどん減っていくよ。のぶちゃん、のぶちゃん。バカだよ、ほんと。俺の、ほら、リオスだって、ちょっと増えていってんじゃん。もう、タカ君とかめっちゃ増えてんじゃないの。俺もめっちゃ増えとんやん。勢力あると痛い。取られて大体なんか勢力争い、なんか仲間から結構グレネードとか火炎瓶とかで死んだみたいなのも結構あの X で見てるから気をつけようね。 OK？ いや、でも MPX だと思ってる。お前のじゃないから、もう一度行く。お前のじゃねえか。いや、自分で。皆さんくれぐれもこれ配信に載ってますからね、くれぐれも、くれぐれもですよ。わかりますか。あぶせてきちゃったら、まあ、全然俺6-1で抜くやん。基本のあの基本的にはみんなあのいい人だと思うから、いい人だといいやつらだと思うけど、まあちょっとせめてね、親戚の人と会った時ぐらいちょっとかしこまってくれればちょうどいいってね、配信で。親戚のおばさんと会った時ぐらいのかしこまり方で配信に臨んでくれればいいと思うよ。よし、じゃあ行きますよ。もういいんだよねこれ、信長もいいのそれ、大丈夫これ、武器も出せるの、 いけるのこれ、大丈夫大丈夫、うん、わーっと、なんで明るくないよ。気にするな、気にするな、大丈夫、これしまうから、途中で。フィジカルギフト。さあ、これ、終盤にしか出てこないから、明るくは。え？ああ。俺の装備結構緑緑や。結構色鮮やか。おしゃれって大事、おしゃれって。おしゃれ？いいっしょ、この緑のね、ほら、ボーダーディグに赤いリュック。で、頭っていう、ほら敵が見ただけで何こいつと思う装備。原宿歩いてる。原宿あった。ここはどこですか。取った、落ちない。どこで。なんか嫌な音、あれなんか M61 とかっぽい音がしたね今ね。タン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 、あ、嫌な音するね。図書館側ね、ねえ嫌な音するじゃん。あ、なんかもうなんかもうあれじゃん、
My trigger fingers itch. すごい大人たちが邪魔する俺も。通れない俺。リップ対応じゃないですか。ホットの人たちが守ってくれるらしいよ。いくかべっす。何これ、この前走れる俺。走れそう。やだ、エレベーター通路今ここおらんから出るんで入る。あやっぱ大概来てるやん。来てるね。俺もめっちゃ後ろ打たれた今。信長そのままキープ。死にかけた。いや俺も死にかけたわ。危ねえ、俺も死にかけた。そのままキープできる？できるできるできる。締めに行こうか、俺が。だって俺も半分なんだよマジ。大概から事務所1枚入ってないっすか。どうだか音聞こえんの？俺聞こえんけど。いや、ノイズがあったからさ。マジワンちゃんいる？うん、いるけど、とりあえず俺と信長で封鎖した。音聞く。だから信長そこ行って大丈夫だよ。そっちの、さっき行った方に。うん、そこでいい。うん、入った、一匹入った。どこに入りました？事務所っすか？当然、大概。はい、赤中ぶっ刺して。配信中大丈夫で喋ってくれて。トーレスこんばんは。あいる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 。 M10 の位置教える。 今打ってた M10 の位置ここな。あいつはピン M10 頭に飛ばして。大概中入ってる。大体通路2枚はいそう。最低2枚、はい、信長そこのポジションいるんだよね、まだね。あ、今大概見てますよ。うん、さっきのポジションにいるんだよね。ん、戻りましょうか、これ。うん、さっきのそこのポジションはそこのポジション強いんだよね。切れるから。俺のポジションがグレが飛んでくると超弱いんよ。大丈夫？下いるわ。いや下じゃない、上からの後ろから。何が？いやだから下いるって。これ下走ってんの。そうだよ、下走って。あいつら脱出ポイント行かやった、もしかして。M10 どこ行った？そいつ M10。 多分 M10 やったら降りたんかな。下聞こえんかったけど。うん、下降りて走ってたっぽいね。事務所の真下にね、プレイヤー2枚いるわ。エレベーター通路上がってくるよ、階段。あ、来てる。俺張ってる張ってる。俺張ってるもん。ドア開いた。いない。壁かん。1枚死んだ相手。大概のドアの裏かな。火炎瓶の音がする気がする。 LG 入っていった。 LG 1人入っていったよ。 LG って何？2階2回 L 字入っていった一人。マジか。俺
ごめん、今目で見えんかったな。え、どっち図書館側？いや、違う。普通に L 字入ってるもん。あ、だから、その場所を言ってくれよ。階段の方。臨時治療室のところでしょ、もう2階の。ここ入ってる。エレベーター通路側からなんか投げられてるわ、火炎瓶。わかった。こっち映りますじゃん。わかった。大体入ってきた。今どっち見とる？ただ。やめてん、大概の方。え？どっち見てる今？どう見てる？エルジール、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 いるいるいる。エルジール気をつけて。じゃああれだ。野村があっちに入った方がいいな。もともといた方にいる今。いるいる今いる今いる。分かった。うわ、ない。見てもらった。ナイス。もじまい死んでる敵。俺やった。これダメだ。大体来ねえな。あの仲間のチームは1枚落ちてるらしい。あ、高くも大体見てんのね。オッケーオッケー。いるいる。どこいる？だいたいいる。音聞こえた。あの開けたら多分いるもん。ちょっと俺の音も入ってしまった。開けたらね、俺もね、速攻ね、投げる。やっちゃう？俺が開けてやろうか？開けれる？それ俺開けちゃおうか、じゃあ。いや、グレが跳ね返ったよ、これ。あ、いるわ、いるわ、もう完全に目の前いるわ、これ。張り付いて、張り付いてる。そう。開けたらロングで叩くか。うん、ロングレさせたらいいと思っちゃうね。ただ開けた瞬間俺がマーク2を投げる準備はできてる。先生どうします？開けれんの？あ、開けれますよ。ちょっと待って待って、基礎くるくる開けんでいいと思う。開いた、開いてった。逃げてった。いや、なんか結構そうです。エイトップとして相手いいね。仲間が死んだ。マジか。あ、仲間が、あ、2枚目死んだ。え、エレベーターホールかなり取られてんな。あ、こいつか。いたのぶなが大丈夫？大丈夫大丈夫。そこら辺におるやろ、敵。これ、もしかしたらなんだか、エレベーターの真ん中通りいるかもしれない。真ん中の方。いや、いるいるいる。エレベーターの。やった？やってない。いや、これやられてる。仲間が今すっげえダメージ出てるもん。1枚やった1枚やった1枚やった。ナイスナイスナイス。オッケー、仲間回復した。うん、仲間回復してそっち行った。大丈夫大丈夫。
が前出すぎんなよ。出てくれてありがとう。おお、出るか。走って行ったんだよね。俺な、脱出のところに1枚貼ったんじゃないかなと思うんだよな。いるいる。ああ、そうだね。駐車場、俺行った気すんだよ。今銃声の方に多分人いますよ。俺の多分大体行こうか。どうすんのそっち二人は。どうすんの気。どうする？帰ろうか。25になったし。
こっちもクリアか。帰りますよ、これ。帰ろうか。多分大丈夫。大丈夫、帰るよ。おい。ああ。じゃメンバー的に交代交代でやってほしいんだ。次トーレスが入れる？あ、俺行っちゃってます。いや、行っちゃってんの？行っちゃってるー。勢力争いはいいね、あのあれがサクサクいけるのってすごくよくない？手軽さはいいけど、うん、手軽さはいいけど、なんかダメなところある？スナイパーが多すぎる。あ、本当？マジか。あ、そのあれか、あっちの図書館側とかで、ね、様子みたいね、M10 とかが多すぎる。嫌いだ。様子？あ？これちょっと敵からブススってだから、こう使うか。あ、どうぞ。いやーけど、グローダで銃本体と、さらにあの、なんだっけ、あれもなくなんないからすげえ、弾も。さっき一瞬死にかけた。どうしよっかな。どれがいいかな、悩むな。足打ちっている敵？ナムナム、まあまあいるんじゃないかな。まあまあいる。じゃあそうすっかな。そうしよっか。かなり危ないね。ん？あの足打ちとかなんか意味わからんロックカンって抜かれる。六層は？様子みたいなやつがいっぱいいるんで。ちなみにさっきインドぶっ殺して。ペッ！ペッペッペッ！あったか。あ、死んだけど。死んだけどね。待ってよ。こういうことですよ。
で、インドのフルパタ、もうすぐいるんだよ。おかしい。一人目見えたのインド、二人目も見えたのインド。あ、ってことはもうインドパーティーか。5でいいよね、基本。そうですね、4貫通とかも結構いるんで、パブダンの物数。いや、なんか、ダムダム、ダムダム対策とかで考えたときに、全然、ダムダム対策だったら、こっちの装備に強いんだよ。あの、5層のフルプレートか。そうそう、重いけどね。そんな別に走れないかな。うわ、懐かしい演習の時の体勢や。演習の時の。いや。体勢が終わったらそこは演習やみたいな言い方やそれ。行こうか。あ、そう。インド。大佐さん、よし、意地でも当てるし。俺はこの IND70 だっけ80だっけ、これしか俺信用してないから。よしよしよし、まさかちゃんかええぞ。嫌だ、耳が聞こえないはもう一番嫌だね俺は。耳が一番大事だと思ってるから。チームメンバーにいる分は別に構わんけど、聞こえない分をこっちが補ってあげればいいから。オーダーが聞こえないは一番やばいだろ。でもあとちゃんとホグリいるよ。あ、できるできるできる。よく落ちた、よく落ちた。よし、基本上から来れんかな、敵って来ねえかな、多分。はい、信長を止めた方がいいと。ロングで見られるよ、こう。うん、ロング見られる。来てるよな。ノブラはどこ行った？ムーブメントハート。ルクラウンド。図書室。図書室に曇った感じ。こっちからノイズ。ネルビン。どっち？そうだよね。けどそっち多分ボスだと思うんだよ。2枚落としたかな。あの1階の脱出のところらへんまで来てたよ多分。いや違うかな、とかな、やっぱそれプレイヤーか。これプレイヤーだよね、この音。聞いた、仲間のパーティーの人は聞いたろ。
さんやった。やった。さらにマネージャー側。マネージャー。了解。デコイが死んだら考える。ワンパンおるかもな。マネージャー系に。すんげえジャンプっていうか、どっか登ろうとしてる。ここら辺いるよ。ちょっと撃つわ。おう、下に2枚いるデコイが死んだら俺は戦う。リオスはここら辺マジ見とった方がいい。2階の。うん、全部見てる俺が。うん、1枚やった。ナイス。どこでやった？上スニーキングで歩いてる。ほんと俺の真上ぐらいおるはず。ここら辺おるで。おるおる。1枚やった。どこ？それ。了解。ナイス。ちょっとさ、デコイに紛れてなんとかなってんだけどさ、飲めないんだよね。お、ついに。ちょっとお酒光りになったんですか。降りてきた。降りてない。俺の真上ら辺にいる。俺の真上ら辺にいるのか。とりあえず俺の真上に絶対1枚おる。だからリオスここら辺見とったかやで。あ、いるわ。会社の真上いる多分。ああ、仲間がね、ですね、多分撃たれたわ今。で、回復してる。あ、
下のデコイが撃たれてる。2階から。後ろに2枚来た。1階。ここら辺来た。気をつけろよ。あの裏が降りてきたから。気をつけて。どこやった？それ1階、2階？1階に降りてきた。2階が2階のやつを1枚1階に降りてきた。オッケー。それってマネージャーオフィス側？そう。オッケー。もう1枚。いる。1枚やった。ナイス。マネージャー。スニークして階段降りてきたからね。オッケー。どっからが撃たれたの今。大丈夫。そっから上がる？いや、分かんない。相手の武器だけ取った。なるほどね。リオス前進していいかも。うん。じゃあエレベーターのライン取れるかも。いいよ。何？やべ、全然聞こえないらしい。
を売ってんだこれはみんな。これ何これ勢力戦闘してんのかなこれみんな。死んだ？まだ死んでない。あ、死んだ死んだ死んだ。今の時点で死んだ。今の時点で死んだ今。でこい。つうことはそこのやっぱマネージャーにいるってことか？いやどうだろう。多分そうだと思う。どっかいそうなところピン刺して。信長が。え？信長的にいそうなところピン刺しといて。2か所、2か所ある、2か所どことどこ、ここどこ、ああ、やっぱそこいいんだね、まあ、多分俺もそこら辺いそうな気がするんだよ、まだデコイが死んだんだな。そうスニーキングで行くかね。で、声があそこで死んだんだよな。いや、もうちょっと前行ってたな。どうだろう。けど、死んだ方向が左斜め前から撃たれたっぽいから。何層来てたん？え、俺5層6層。え、リオスが死んだの？俺死んでるよ。死んだのリオス？うん、あのエレベーター通路の、エレベーターじゃなくてあのその階段の方、あのエレベーター通路見れる階段の近く、真ん中降りれる方のって言ったのかな。おお、そこか。この木箱ぐらいにいかってことか。なるほどね、分かった。じゃあ信長、俺左の壁沿いから行く。しょ、まあ300ね、だって340。分かった。そっちまで。信長まっすぐ行って正面の図書館側の壁に張り付いてくれ。スニーキングで行っていいと思う。うん。仲間帰った。はいよ。よし行こう。オッケー、エレベーター側は俺がしっかり見るから。じゃエレベーター側を見てもらったらいいのか。むしろ、うん。あれ仲間じゃん。え、あのデコイが生きてるってどういうことだよ。ちょっとよくわからない。信長、まっすぐの廊下、大丈夫。
あのデコイが生きてるってどういうことだよ。どこ？こいつ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 。上？もうそれだけ？いやもう殺した、もう殺した、もう殺した、もう殺した。ナイス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 。あぶねー。ナイス。内戦後。これで終わりじゃないか？多分終わり。うん。俺らも帰れるな。よし。よかったよかった。ヘッドも結構当てられた。ボディも結構当てられたけど大丈夫だった。ああ、それ来た。信長取られる。よし、とりあえずお前の VS ですかな。とりあえず持ったぞ。いや、大丈夫です、そっちで。あ、いい？いや、いいよ、はい、いいよ。どうせ俺何もないし、持って行ったら持って行ってやる。侍、侍持っててもいいかも。ん？ん？あ、これ誰かがリュック入れて、あ、こいつに持っていかれたやん。あ、分かった、侍持っていかれた。これディフェンダーリーグは大丈夫？あー、それ大丈夫。防弾リグが俺っすね。あー、持ってく。グローザーなかった？ん？あ、グローザーは俺拾った。あ、オッケー、それで。え、じゃあ何しよう、どこ行った？あいつめっちゃ走ってた。あー、リオスの結構あるある。よかったよかった。結構あるよ、大半ある。うん、大半ある。あ、ほとんど、ほとんどある、ほとんどある、ほとんどある。うん、何しあれとかある、あるある。あ、マジで。マジで中国人とかも、ね、あれだわ。危ない危ない、やばいね、ひどいね。ちょっと待って、出現するとこだ。危ない危ない危ない。あ、気をつけて。危ない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 。よし、大丈夫。あの、ピヨン入れとくか。いや、入んないから。生配信で入るか。ちゃんとタイミングは、俺パラレルのあのピーを入れてあげるわ。よしよし、いけるか。いや、もうさっきは大活躍じゃないじゃん。おー、大活躍けど、俺が撃たれたおかげやけん。そうやろ。俺が撃たれてなかったら、ノブが撃たれて死んどったかもしれんぞ。いや、ほんとに。そうやろ。AP か。けど俺顔面とボディめっちゃ当たったけど死ねんたけ。ギリギリで伏せたけね。ギリギリで。ちょっとよう分からないんだけど、とりあえず伏せるしかねえ。伏せるっつ。伏せるしかない。よし。よかったらリオスの持って帰ってくれて。いや、ほんとにマジで怖すぎ。おー、4人やってるわ。ナイス。うあ、だいたありがとう、リグ。このリグでまた俺は行くよ。31万うますぎる、さすがに。やったね。いや、ほんとね、チームメンバーの財力がね、あの、やっぱり全てのあれになるからさ、やっぱ大事よ。仲間が死んでも持って帰れることって、
仲間がね安定してくれればそれが一番いい。多分全部持っていないよ。俺と信長で7枚やってます。おお、いいじゃん。リオスもやったんじゃないの？それか敵に貼っあのロングずっと敵におらんかったりしましてた。うん、まあけどそういうもんやけ、誰かによるけ、そのポジショニングとその敵のルートによるけどね。でその来た敵をちゃんと的確にやれてることが素晴らしい。今隣人にも聞こえるぐらいの大声で、あーって叫ぶだった。また壁ドンされるぞ。また壁ドンされるぞ。いやー、ナイスプレイ。ナイスプレイ。あ、こいつ ST を使ってんじゃん、下げやがって。ちょっと待って、ね、ハブランが実に踊るって、やばい。こんだけ使ってても減らない。アホや。ああ、もう1500発買っちゃった。アブラン。明日配信できないからね。今日配信しょうがないと。明後日もやろうよ。無理、明日はちょっと仕事で無理だ。足りない気するんだよな。まあいいか、回復に1回。なんとなく ST 持っていくかじゃ。この行こうか。よし、オッケー。トーレスは今一人で行ってる？いや、マップしないですよ。あら、じゃあ入れ替わろうよ。せっかくやし。ん？あ、どうするじゃん。じゃあ誰か心よく一回お休みしてたら。ああ、タオくんありがとう。ありがとうです。まあ、じゅんぐり回そうぜ。おお、かっこいいね、その服も。いい感じにタンカラーで決めとる。
マジで明細しよう。タンカラーにすればよかったな、俺も。どう？だからさ、もうちょっと緑に統一したんだよ。うん。どれ？そうそう、俺も緑だ。もうすんごいダサい。行こっか。すんごいダサい。すんごいダサい。カメムシ呼んでいいよ。嫌い。カメムシ。嫌いその。カメムシ。コマネチみたいな言い方でカメムシって言ってんじゃねえよ、本当に。面白いな。いや、ルートダービーマジみんな生き残ろうぜ。俺予選あの抜けれるか自信ないけどさ、あれ5回で50万らしいからね、農場のソロで5回の多分5回しか行けないんだと思うんだけど、5回で合計50万ポイントゲットすれば予選抜けれるらしいから。500万じゃなかったっすか。50万500万はない。50万。500万じゃなかったっすか。50万。500万は俺も予選抜けれません、俺は。5回で500万を。うん。50万。それは間違いない。で、何人も抜けれるんや、基本的には。その50万集まったら。その後、チームを組む。なんこれ。どう？おぉ、スコア。ここ初めて湧いた。どうしよう。どこ行くこれ。同じ。さっきとあんまり変わんない。え、どこ行く？これね、こっち湧き。え、そっち湧き。うん。これ今俺はいつもでロング見るから。うん。まあ湧き的にはまあここ側だろうね。いや、何や。この本当にあのボットに邪魔されて全然前に進めないやつ。結構いいところバッチ取ってあるね。仲間上手な人や。ゆっくり行くわ。これは仏像だからちょっと前でよかな。いいよ。あ、デコイはガス投げたらゲホゲホ言いますかね。言うんじゃない。SJ やばいね。やばいよ。インドワンパンされるって言うの。それやばいじゃん。え、なに、それロングの先にいるってこと。多分左よっかな。図書館側の人で。いや、ね、青ピンもいるし。オッケー。毒ガスを含めてる。毒ガス先生、あれどこ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 、めっちゃ暗い。でも撃たれてるんだな、トイレさん。トイレさん、こっち方面と同じ調子で青ピンとスピンの方向に通ってる。うん、青ピン俺が。あ、多分ね、階段も下りてる。うわ、ちょ待って、ワンパやられてんじゃん。もう一人しかいない仲間。そう。これやばいね。トレさん、キピいる。あ、キピじゃん、青ピいるかも。
ん、青ピンいるかね。あと1枚生きてる仲間は本当結構ちょっとプレイヤーの仲間はちょっと当てにならんっぽいからマジやられんこと。デコイが取られるっぽいけん俺後ろ回られんようにしっかり取っとくから。了解です。1人やり投げせ。ナイス。青ピン取りま、青ピン側で俺2枚落としてるけん。で、青ピンだけど、どっちもスナイパー。了解。でも SJ まだ生きてるはず。10分の10だけ、まだ俺らが押されてるわけじゃないけん。で、SJ も落としたらな。SJ とか落としたら、自分前に出ます。 だいぶ出れるよね。うん、もうそれからどんだけ落としてる俺。とりあえず今プレイヤー生き残りのプレイヤーがこっちの階段登ってきそうやし。分かった分かった。こっちおる。ピン俺ピン。あ、そっちか。 OKOK。 一人生き残りがそっちに合流されたら登ったはず。リオスの前によるデコイの2匹がしばかれん限りは。トロさん。あ？やるぞ。やるぞ。トロさん。だい。トロさんどこそれ？撃ってんの？やったかな。やったと思う。あのアンドレが言ってるから。ちょこれさ、何個持ってきた？青ピンの方に走ってった。やろうな。文字も走ってたわ、多分。もう一人の中でずっと漁ってるだけだ。役に立たん。なんか一回中央にいるデコイがやられてるから。どこやられたんだ。めっちゃうざい。青ピンやってる。ナイス。少しセーフティーにね、少しずつね、セーフティーに行こう。あー、なんだあいつ、うちのデコイがドア開けやがった。くそ、あいつ2回も開けて、開けに行くんじゃないだろう。おい、やめろ。報告しに来る。大佐、報告です。やばい、あいつ報告しに来るマジで。やばいやばい、あいつ開けっぱで来るぞ。やめろ、マジかよ。チェーナースカブ。ちょっとまだ青ピンいる。青ピン一応3枚やってる俺。3枚終わった。あー死んだ俺。左サイド、左
どこだ、階段来るよ。階段いる、階段いる、階段いる。ここ、あ、見た見た。カメニさん、俺ももしもし顔出してやるわ。やりネス1枚死んだ。俺下からどうするわ、階段下から行くよ、俺。階段どうする？階段やってるもん。ノブラは死ぬな。とりあえずまず先にアルパカね、これ相手の武器。なんやねんこいつ、ずっとついてきてんの。俺が閉めたドア開けるわ。これさ、これどう思う？これどう思う？これどう思う？これまだいんの？これヌルピン。いや絶対いるよ、まだまだ多分いると思うから気をつけて。青ピンになんかブススの先端見えたんだよ。いやブススはスカブの、あ、ボットの可能性あるもんな。よす、はいよ。アルパカ使っていい？はいよ、使いな。やだ、なんかね、ここになんかおるかも。ブススね、これ先端が見える。あ、プレイ、ピー、先端どこにいた？ピン、青ピン、青ピン。これピーです。確定。ごめんな、青ピンオールだ。なんか青ピンとりあえず切れるから。デコイって湧くっけ？確か増えた気がする、うちのデコイが。俺はそっち行こうかな、これだけ下にデコイがいれば。っていうか、この臨時休憩室にいるデコイは一体何者よ。あいつやばくね、あいつ強くね。一匹あれエリート、あいつエリートやろ。あいつ強すぎやろ。とりあえずオピンにブススのカスタムいるわ。ブススのボット、いやボットじゃない、カスタム、カスタム付き。うん、カスタム、はいよ。ちょっと見てて、どこ見てんの？あ、右ね、右は見てる。行くで、俺右側に。マジ？ちょっと待ってよ。俺も近く。あいつか。ちょ、俺も裏取られるかもしれんけど、そっち行くわ。何それ、その角度おかしい。図書館側。図書館側だよね。あ、プレイヤーの声。やった？まだ。今の信長の声？あ、それ、これ。もう自分だけバレてると思う。場所。どこにいるの？2階、1階どこ？2階の図書館。あー、たぶんプレイヤー、やった。1枚やった。そしたら出てきたやつ。まだいそう。あ、まだいそう。ちょっと今チンと飲んでる。あとこれで飲んで。
ちなみに、小坂今、扉閉めてる。図書館の中におるな、多分。まあ、もしかしたら図書館の中は。やったー、図書館の中1枚。もう1枚おるな。いるいる。やった。取った。クリアニング。武術が2枚。で、1枚取った。あ、2枚取った。終わり。早く取んないとあれ仲間に取られるよ。待ってその仲間にマジ取られる。そして俺ね、3人多分死んでるの無理だ。全員で俺やっば。2461 当たり前やん。怖すぎこういうことですよ。あれさ、そう、これまだあれじゃない、でも今帰宅してんのかな。あ、よかった。SVB のやつで撃ったんだけど、こいつが LPS で助かった。マジで死んだと思った。帰ろうか。そうやな。結構ゲス。俺4枚ぐらいだったかな。俺が見せたらもうキモい相手キモ党だろうな。あ、その回収した方がいい。あ、どうした、やめろよ。今ライブ配信中でしょ。あ、そう。トーレスの装備の高いところって持った？あ、まだこれから回収してないですよ。俺、アイドルで回収するわ。いくつ？ほとんどレジェンズやってるよ。やべえ。まさ、レジェンド俺が全員のこと潰したっぽいっすか。ほんと。そうだな。え、怖っすよ。やるな。やばすぎかっすね、やっぱ。増えてきましたね、レジェンド。なんか音する、なんか嫌な音した今。もうなんかほら、この音誰？仲間？あ、これ誰が見てる今？あ、今自分。これちょっと待って、これ持って帰るよ俺が。誰かにロックされてる。アマ持って帰る。このリグ持って帰る。リグ俺が持って帰る。あ、オッケー。リグ持って帰る。うん、オッケー。あ、
青注射と、バック。あと、頭と、とか持って帰ります。防具が持って帰れない、俺が。俺、防具持った。持った持った、持った。うん、トレーサーのやつ全部持った。うん、これ持った。そう思うよ。うん、大丈夫、大丈夫。俺、今回。よし、帰ろう。よし、帰ろう。よし、ガチやばいわ。よかったね。最終的にちょっとトレが戦死したのは残念やけど、まあとりあえず勝った。どうよ、キモいだ俺のスナイパーは。うん、ここが飛び降りるぞ。どうよ、俺フルプレート、フルプレート来てるけど耐久ゼロだよ。ここでさっきさ、壁がさ、ここまでなんか走ってきて、一発撃ったら5人ぐらいプレイヤー来たんですよ、ここ。で、信長が AX 失うっていう。そうだったね。回収できた。あ、俺200ポイント上がりましたわ。やるよ。あ、今日、俺コントロール買って5キルしてるわ。スナイパーやれん。あ、そこ、ここ出す。まあ、全部買ってきたと思うよ。ゼロになってたんだ。ああ、まあ。そうそうそう。多分抜かれた原因それやろ。RPK でバカスコ打たれたもん。死んでないか3回あったっけ俺。RPK に俺、多分落としたよ。スナイパーで。あ、だそうか。やめた後にか。ああ、そうか。よし。寝るに溜めとく。これが。これが、大佐、6層頭1個出し戦法なんですよ。ん？これが、ちゃんと強いから、ほんとよ。やるやん。これやばい。またごっきりしちゃったよ。これがあれか、緑のアクパって俺で言えんか。そう。気をつけろ。危険だから。よし、じゃあ次、じゃあ信長かリオスが俺セクタカ君とかどっちもいいよ。うん、落ちるのかな。自分落ちようかな。あ、落ちる。落ちるっていうか、あの自分が一本目。うん、うん、分かった。行ってミュートしますね。うん、え、なんかタカさんが行ってって言ってるよ。行って、行って何の電話だ、タカさん。また俺たちにかけて何の電話したんだよ、本当に。あれ、闇金配信中ね。倉庫整理だから行って。野村がアウト。闇金ってアウトですか。闇金はだって、あの牛島くんのやつ見てたらテロップ出てくるじゃん、犯罪ですって。だからダメでしょ。ダメなのかこれ。ちょっとあとです。ひじまくん、マジか。そう。ひじまくん面白いね。最近のひじまくん。待って、
今さ、今すごいの見っけて俺メッシュ。今ね、6層が5万円で売ってた。おお、買った？買えなかった。無理無理無理。どこ見てんだよ。ちょっと大しさ、ほんと買えなかったんだけど。幻だ。いや、幻じゃない。3万6千。ああ。だから5万2千円だった。たまにある。確かにこれなんか食べ物すら持ってかんでいいんじゃねえか説が。あれあれでいいんじゃない、あのオレンジジュースと、あの本屋1本ぐらいでいいと思うよ俺マジで。いやもう本屋1本でいいよ全然。なんだろう、あのオレンジはシンプルにあの肉会社的用のあれで持ってた方がいい。本屋っていうかあのオレンジは、まあまあね、その回復であれを水分が減った時のためにってことね。それは持ってた方がいい絶対。うんうんうん、けど本当本屋一本ともうオレンジ一本でいいな。うん、だから俺その構成今は。うん。最初3本ぐらい持ってたけど。いっぱいだったし。うん、なんか俺も普段の量持ってってるけど、それでも、ね、それでも俺もそれでいい。よし、玉ある肉塊ある。あ、STO がないんだ。アンドレ、STO を僕に売ってくれと思ったらもうアンドレはダメだ、ダメって言われた。お前にはもう今日5個売ったやろって。お前には5個売ったろって。これ、こうだ、こうでいいか。よし。あと何が足んないんだ俺。ああ、あれか、薬、赤い、赤いね、薬物だから赤い注射が、赤い注射、まあ青注、青注の方がすげえ大事じゃない。青注は1本あればいい、うん、あら、常に信長を誘い直せばいいね。じゃあね、でもどうだろう、信長来れんのかな、来れないのかな。チャキさんもおるやん。わかんない。チャキさんもパラレル入れるように俺しとうから。チャキさんも来ればいいよ。ね。練習になるし。はい、ちょっとあの少しでもね、あの緑ね、緑のやつっていうやつ終わらせるためにちゃんと。どうよこれ。負けたと。これリグで帰るからすぐ。このデカリグじゃなくていいんだ。あれこれロストしたんじゃなくて。ロストしてんのかな。あ、ファマス使おうかな。ハマスが邪魔いな。ハマスがめっちゃ邪魔、場所取ってる。シナはね、俺さっきコントラクター全員頭ワンパーしてるわ、ここに。どうしよう、ハマスにするかな。25連だからな、いざという時に、いざという時にダメっぽいな。売ろうこれ、単純に売ろうこれ。場所取ってるだけだったら売ろう。ね。何でもする。置いてください。何でもします。置いてください。え？うん。声が聞こえる。なんかの声が聞こえる。場所食うか。待って。俺さんも。6、1を詰めた方がいいよ、10連で。あのたまに6すごいからさ、あのキモいから本当に。うん、あのもうズボで6、1しか持ってない、ごめんなさい、俺の失言でした。はい、すいませんでした。6、1がなんか 8K って書いてある。え？ 6、1 そんなある？ 8000 発って、8000発、うん、え、何？国家鉄 8K だから。
円になった時にめっちゃ売ってる。そういうことだな。いらん。いきますよ。いきますね。めんどくさい。なんか卵増えてる。よし。あともう一人がソロワンって感じだね。うん。やっぱここは出てきてもらうしかないか。高橋。連絡中なんじゃない？誰かと。いや、倉庫整理って、こんなわけがない。信長に貸してた MPX 書いてきた。変なもん出てた。俺でんの？うん。出よう。信長は？信長ちょっと今どっか行ったね。どうですか大佐、この装備完璧じゃないですか？うん、まあね。まあ完璧やね。近くもやれるし、近くもやれるし、トークもやれるし、ただ耳が聞こえないです。まあその分俺目いいから大丈夫大丈夫。うん。ちょっと3倍。ありがとう。4倍の上に乗っけてるドットもめっちゃ高くないですか？位置がね。上。高くん、行こうぜ。早く行こう。よし。これ25万ぐらい。多分大差が一番高いんじゃない、シンプルに。いや、頭だけでいいですよね。え、けど最近頭安いよ。35万。あ、あまりにも持ちすぎだった。売りまくりましたね。3つまで減りました。3つでいい。ここ減ったらいっぱい。3つでいいよ。そう、勝たんかもね。たくさんストックしないと。うん。あと1時間かな。配信的には。3.5倍。
強いかもしれない。全然、ジャズとトーレさん、まあ、ロングは全般俺見るんで。3.5 のサーマルがあるやん、3.5 と当倍の。これ俺、2点につけたことなかった。つけてみたら？私が終わったんで売ろうかと思ってます。行こっか。よっしゃ、あ、駐車場脇。そう、そうだね。これやってる人全般的にね、多分ね、思ってるんだよ。そろそろ、え、これスナイパーの方が強くない？でも弾をね、最高貫通積んでくれたらそういないんよ。配信中だから。事故ってお互い。お互いね。跳ね返ってきて。ああ。二人で燃えたって。あちあちあち。俺も。最初この脇だったからちょっと、これいつもなんか斜めってるとこいます。ああ、うん、オッケーです。オッケーオッケー、ここがすね、斜めいたんでしょ。次やってこいって言この感じだったら大丈夫な、まあ、大丈夫じゃないこれ。これ高くもだからもうこれ。エレベーターフルある。大外かな。大外かね。大外か、それが距離あり。距離あった。いた。いつもリオスがいるところに敵プレイヤー、ここ。エレベーター2の前いるからね。1枚やった。中央ね。
なぜ。あ、エレベーター前に来てる。OK。で、多分だけど、LG 側にも一人流れてる。了解。プレイヤーが図書館入ってきとった。プレイヤー図書館に乗ったよ。マジ怖っ。怖すぎ。それはとりあえず階段のを見とったがいいかも。後ろの そっちの階段、うん、うん。この1枚が来たっていうことはもう1枚おったらちょっとやばい。ちょっと俺が今怪我してるけん、そこだけ見とってくれると。なんかね、ここちょっと怪しい。ここら辺怪しい。降りなくてはいいですね。うん、降りなくていい、降りなくていい。あ、ピアかな。一人ここ、赤ピン確定で一人行った今。了解。多分、ナイス。終わった。やった。ぬるいね今回。何枚落としてんの？俺が1枚。俺3枚よ。治療室の L 字。治療室の L 字。治療室の L 字をリオス見よって。あ、トーレスでもいい。俺高くても高くても。グローザがいる感じ。クローザ欲しいっすね。うん、何も落としたっけな、忘れした。二三枚落としたはず。今落としてる。来た。やばい。タカ君を殺したやつが裏回ってきた。トレさん行きます。トレさん、カバ行っていいっすよ。エレベーター通路は俺張るんで。そっち来る。もう見てる。出てる。やった。ナイス。やっぱグローザーにスコア安定してますね。そうね、まあ初動は。いいスコア。アメクラマジ武士泥棒してるわ、本当に。やめてください、やめてください。僕の武士を取らないでください。駒だけはエグかったね。町に収集し、ここ大丈夫か。いやさ、俺の防具回収して。うん、回収する。こっちのやつさって回収したら。ごめんね、ちょっと4は俺拾っていかんことにしとうけんさ。ちょっと空耳が聞こえてきたんで、うん、何も聞こえない。うん、4は拾っていかん俺。4以降はね、
拾える限り拾うよ。さらに耳が聞こえて面白い。静かになったね。終わったんじゃないこれ。ありがとうトーレス、パパ。終了です。な終了のお知らせっぽくね。誰もやれんかった。誰もやれんかった。まあ、まあ、そういう時もある。俺もだって さっきから何回もずっとあれだったよ。ゼロだったよ。あ持って行ってやって、一応リグに入れといてやる。できる限りのもの。レオス。そこも何もなかったですよ。なんかありました？ああ、なんかいや何もないけど、まあとりあえず欲しいっぽい件。この926ハンターとこの多分まあまあここでいいよこれ。そう出しといた。926ハンターにめっちゃ入れてる、なんかいろいろと。これどこだっけ、俺たちのスタートライン。スタートラインに立った今。レコスタの方っすよ。だね。もうちょっと持ってきてるリュックがしょぼいからさ。Okay. ちょっと待ってよ、うん、こっちに入れないといけないのね。ボッタ歩きができなくなった俺。なんかね、ボットのトントントンって俺歩けないんだけど、いつものかトンのそのそしか歩けないから。よし。オッケー。手拾った。どういた？どうだ？あこっちか。みんな、俺置いて帰りなって。じゃあ、レオス。バイバーイ。これでやられたら俺の泣くよ。やられやん。やられそうになったらすぐ動くって、俺とトーレスすぐカバーする。あ、タイトやられそう、やられそう、やられそう。カバー、カバー、ちょっとカバー、カバー、カバー。もう、しょうがない。しょうがない、これしょうがないんだ。ねえ、あのいいねボタン本当無限にしてほしいわ。2回修繕したらもうダメか。これだけちょっと見て。ホンヤンスかイランかしてあおあおじゅうすか。会社はざっす。おめでとう。63。あ、あともう一回いけんだ。はい。持ちいいね。こうなんか爽やかにやれるね。爽やかにこう流せる感じで。
よし。信長はもう寝ちゃったか。わかんない。タラに会える。なんかしてるよ絶対。やってないよ。絶対なんかしてるあいつ。もうわかるもんね。やってないやってない。でも、もう一回出ていいよ。これなんかしてじゃ、ほらもう来ない時点ではもう怪しいもん。なんかしてなんかしてあなんかしてだからやってないって。何よ、おっきい。なら野田さんもう一回出ていいよ。コツ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 貯めていくことがこのゲームの基本大事だね。俺の最終奥義はあのめちゃくちゃ3万ぴったりで3万ぴったりの S ケースでいいんだよ。 S ケースってあれに AP 弾をこの時はとりあえず大丈夫。なんとか。ガチマップでいかんで足ね、足打ちダムダムおるときはこの装備が一番いいわ。この防具が一番なんか生きるわ俺。全然手応えはないんだけど、まあグローザで倒してる。なんかこう自分の中でうおこれ来てるぜっていうのを1ミリもこのグローザで感じてないんだけど、けどまあ生きてるね。お、もう俺は今エムニシが絶好調なんで。いいね。まあけど今うちのチームのスナイパーライフルのキル率は多分リオスが多分一番かな。カンピョ巻きが復活してない以上は確かにスナイパーはリオスになってる。まあカンピョ巻きが復活すればね、チームに2人スナイパーがいるのはアルファとブラボーでスナイパーが1枚ずつ置けるのは相当強い気がするけど。けどまあまあリオス合格点いってるよ。もう、まあ、このゲーム、スネパだよ。ほっぱっかスネパ。AX 使えよ。AX。早使えよ。早使えよ。ちょ、一回戻ろうでじゃん。ちょ、AX から持ってくるか。ちょ、戻ろう。一回戻ろうじゃん。次でいいじゃん。俺30まで配信するから。次でいいじゃん。15分ぐらいでずっと帰ってきてからね。1時間で4分。1時間で4秒抜けたらマジ最高だよ。あれ俺 5分で終わっちゃうよ。俺が AX 持ったら死んでしまって5分で終わる。そんな知らないっすよ。早くポジション取りに行って。はーい、行きます。お前ちょっとゆっくり行くか。あーマジスカブカ邪魔すぎる。スナポジ行きます。とりあえずあの一番怖いのはあの三さばきからクリアするだけが俺めちゃめちゃ怖い。あ、うん、あとね東京事務所も怖い。ちょ奥すぎる。よし OK、 この目を利用してポジションを取る。あ、いるんだけども三さばき気持ちすぎる。いるね。大丈夫。え、死んだこれ三さばき。え、死んだリオス。なんでそんな約束通り5分で死ぬの。5分も経ってないからセーフ。ちょっとやばいやばい。ちょっとこいつら、これもうこのボットがもう本当やる気ない。こいつらマジで。え、これもうリオスやられたんだよね。
これ2さばき1人これやばいな、これ。え、ちなみに取られたら、スナイパー取られたらワンパンされる可能性が、気をつけて。ここやばいよね。なんかやばい、プロ、プロ。マジこいつ、マジうざ。こいつマジ、ちょっとカバー欲しい。どこで？カバー欲しい。事務所行けてねえんだよね。ボットに邪魔されて、通れないね、ボットが。このボットやべえ、マジで。どれ？取って。こいつやべえ、マジで。通れない、こいつの、こいつのせいで。これ、重いから飛び越えない。重いから飛び越えれない。このボットやべえ。こいつマジやべえ。あ、こっち来い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 。もう今出たら死ぬやろ、多分。開けろ。開けて出ろ。2階にいんの、高くん。教えて。もう2階いるんだよね。事務所いっぱい来てる。そうです、後ろから撃たれてる。あーや、あ、後ろ、うん、1枚ダウンさせてる。1人ダウン。これさ、やっておーてる。マジで早すぎる。はい、頭を変えろって。仲間なんで隠すんと。やっべ、タグ無理。これ無理やな。誰、誰かいるの？タカ君どうなった？今どこ？タカ君死んでんの？泣いてる。絶賛ハイド中。俺にまでハイドするのやめて。これ無理やな。どこ、それどこやった？下で当たってるやつ。僕動画は、おお、1枚やったら3枚ぐらい来た。あ、無理だ。裏から回ってくるけん。1枚やった。タグ君どこ？2階？ 2 階。じゃあ俺むしろあっちから行こう。大外から行った方がいいかも。それだったら大外、まあ、無理か。大外無理やろ。こっちのこっちから行くしかないんじゃない。裏取るしかないんだよ。そうね、取るしかないな。タワー君が生き残るのが先。
俺が到着するまで生き残るのが先か。この仲間たちがな、ちゃんと役目果たしてくれてればいいんだけどな。行くしかねえな。タカ君がいるポジション教えて。タカさん、あれ、あの台外のいつも外出て見るポジションのとこに、台外のロングポジション。ああ、ロングポジションのあそこね。わかった。俺一応日本人が一人ついてきてくれてるみたいで、うん、早すぎるって序盤。よかった AX 戻らなくて。ちょっと待って、リオスの装備とトーレスの装備。いや、俺の装備は持ってたやつ多分タカさんやってる。エミリッシュ持ってたっけ？みんな感じ。事務所いる？事務所いる？事務所いるよ。わかった。挟んだね。倒したね。ナイス。もう少しで俺も合流すぎる。ちょっと左いるくない？違うか、うん、下だな。上で、あ、これ上か。カチャンカチャになったわ。大体の方に行ったってこと？いや、今、事務所の中いる。事務所の中いる。今、大体の方から2人入ったかな。わかった。多分、音聞き。え、高さんの方はまだ接敵の様子なし。わかった。あそこにいるんだ。これ逆にさ、タカ君音出しちゃったら大佐たちの方から、うん、タカ君音出してわざと、これがいいかもしんない。わざとこっちいますよ。なんならもうあの外のあの草木カサカシャカシャってやってもほしいね。タカ君がデコイしてほしい。デコしたらまずくない？まずくない。あのドアに行くやつはあの大佐見てるから、ね、ドアから来るのはそこら辺をうろちょろするだけでいいからね。そっち行かなくていいよ。そっちのドアから来るようにおびき寄せて。なんならドア開け閉めしてもいいぐらい。うん、開け閉めしてほしい。すごい、そっちにヘイトを向かせてほしい。そうそう、で、閉めて、開け閉めした方がいい。グレネードが飛んできたらバカバカしいけん。うん、そっちに兵隊が飛んだ。よしよしよし、見てる見てる。が味方が多分使ってるからまあいいんじゃない。まだこっちを見なくていいと思う。
やばいなあと1ポイントだ見つかったやられたのか死んでないかおっ動くわいってるいってるいってる助けてるあーやられたあー俺が打ち始めたら中入れって言わなかったねそれはちょっと俺がミスった指示的にあー今日倒したオッケーオッケーほら助けに行った人が死んだぞあと1枚大変だと思って帰ってくんの先にあと1枚敵倒してくれいやもう終わってるよああそっかもうダメなのか、うん、間に合うの俺の装備重いやろ大丈夫かなだけど俺の装備もう無理じゃないあのもうあれじゃん24じゃんうちうん無理無理っていうかもうまあギグ系はギグ系でまあまあまあ銃のパーツとまあほんとヘルメット持って帰ってきてもらえたらありがたいぐらいだけど重視するのはバイクヘルムかななんか来そうあの弾はさ結局あれ赤公園とか青公園で買えるけん俺いらんけんうんだからニスコとバイクヘルムだけで言ったらあれ大佐のあのリグ着替えたの俺のリグでかいから俺のリグ着替えた方がいい俺のリグがでかいあ玄関の方顔向けといて俺見えるからそうそうそう、オッケーオッケーリグとバイクと、まあ、ニスコだけで、全然あれ駐車場駐車場来たドアドアドアリグやめようかなと思ったけどそのリグにしといてよかったちなみに俺もその24マスリグあ俺も24マスリグで行ったあの防具、うん、あれ行ってますそのリグで完結しようかなと思ったよ中身は、うん、このリグいやもうこのリグでわざわざ行かんでいいかなと思ってたけど、うん、今回死んだ時にはこのリグのおかげでまあね結構ねした方がいいよもうそろそろ、まあ、敵
は脱出してるかな、もうね。うん。でもなんか、こっちは敵もかなり殺されてるから、そこまで攻めれないんじゃないかな。そうだよね。そうだと思うよ。まあ、返したもんね、ある程度。そうだ。最初はちょっとやばかったけどな。かなりタカ君が無双して返してるし、何枚。お前なんだ。お前か。うん、返したはず。後ろのロングのところ、弾が飛んできてた。ここ多分いる。ほら、いた。あと下か。聞こえんもんね、仲間には。他の仲間には。うちのチームメンバーにしか聞こえん、多分。うわ、マジでダメダメ。もう帰ったらいいじゃん、高君。久々負けたな。いい。ついに出ちゃうか。スカーレ。タカ君の方に敵2匹行かせたのを、敵が走ってきたぞーっつって、俺が撃つから撃ったら入ってこいっていうところまでできるとかっこよかったね、俺が。うん、完璧だったね、それは。うん、そこまで言えればマジ完璧にかっこよかった。じゃあちょっと、お前一応9ミリの7ミリラインドだけやられたんだ、俺。こいつがダムダムだったら俺はやられてなかったんだけどね。どうですか、大佐、僕の武士。ん？ついに出てきたよ。ついに出てきた、何が？出てきたよ、ついに。お、ほんと。ちょっと待って、ありがとう、高君。ナイスだ。マジでバックライト全然持ち帰れない。あー、持ち帰れねー。いやけど、なんかこの弾さ、本当になんか捨てれるから
強いよね。なんかもういいやって、この球は別にいいやと思えるから強い。ありがとう。うん、すんげえ助かった。いやこれエールボックス下がんだな。じゃあゴンしとこう。ここだね、溜まってきてるものを使っていかないとね。まあだが普通にチート使っちゃうかも。ちょっとまあチート使わんで勝て統計別に使う必要性ないぞ。 SJ とかそんなSJ も十分強いけど、そんなのでええよ。なんか、別にほら、勝てどうやん。勝っとうのに。おっ、おっ、ください。うん？AED がな、発動せんやったな。死んだな、単純に。あれ、AED が発動できる状態だったら、多分まあ、相手かっきりになったらやけど、あの高くんの飛び込みやったらワンちゃん。あ、けど俺がダウンして俺を漁ったところでやれとったもんな。そっかそっか。じゃあしょうがないか。あれはあれでよかったのか。これやっぱ一応このリグ持ってとったらいいね。もういい感じで一匹やったけどな。後ろから撃たれたもんな。あれ悔しかった。もう俺がもうあのボットおじさんにずっと当選パされたけんね。マジ？ AK シリーズ第2世代みたいな。マジで？ロックパーツのスタッフ一番端とクソタッフ4番ぐらいですよ。うーん、プラス23分レビュース。よし、これでいこう。
よし、俺もこんな感じでいいかな。まあいいんじゃない、でも楽しんだ方がいいよ、うん、楽しめ、それで楽しいならね。よし、あーこれラストかもしれん、これラストレードかもしれません、皆さん、まあ、もう寝ちゃったかな。ラストレードかな、配信ラストになると思います。頑張ろう。いやです、あと5時間します。いや俺とりあえず配信終わります、これで家帰りたいよね。本部から帰らないと。最初の俺がアイコンが出てない。アイコン出てない、あ俺けど出てるよ、俺の画面が。俺だけですよね、うん、俺も出るときと出ないときがあるんですよ。そうそう、俺も出るとき。え、リオスアイコンないでしょ、いつも。あ、ないよ、ないけどたまに出るんだよね。なんだよ。いや、お化けかもしれない。リオスのリってリどこ、カチャカンカデイデイセイ、あー戻ってきたよ。お、あれじゃん、俺が配信終わって落ちた後信長でやれるね。俺が、ついに俺 AX 出張ってきたぞ。ついに AX 持ってきたからね。えぐいよ。61より無慈悲な AX 飛んでくるからね。やっと緑の中をかぶってる。いや今回かぶる。まあ、総合事務所ごめんね。うん。ああ、まあ危ないかなと思った。え、トロさんどこだった？ああ。あそこは頭一個出しの、あのリオスゾーンやけんな。あそこは俺が見てたら確実にアウト。危ない危ない。あ、お前も死ぬぞ。あ、もう向こうまで回っとんやん。あ、死んだ。裏来たよ、カモン。裏？大会？違う違う。どっち？あの、あ、けどリオスガイルもそっち。レコスタの裏から。あ、レコスタの裏？マジ？タカ君が見に行ったじゃん。あー、また打ち負けた。ガクもやられた。
名もなき歌もやられたやん。名もなき名前も。リオセ。はい。タカ君がやられた方向見とけ。いわゆる裏ね。なんかしたこれプレイヤークさ。どうはした？うん、あっち、出てきたさ。って言っても、ちょっと、無理。ちょっと、これ以上仲間が死ぬとこっちがやられる。リオスそっち行く。よし、怪しい。それはどっち？お店の下ってこと？なんか図書館下で足を途切れた。どこを意識しておいてほしい？あ？図書館だ。わかった。わかった。図書館開いたな。やれてない？やれてない。まだやる。なんでだ。図書館2枚以上入ってきてる。逆側からの動画から出てくる場合俺がやる。お前できた。あ、待って、待って。リオス。あ、無理。そうなると無理。ごめん、無理。なんでそこまで来てしまった。いや、じゃない、もう図書館側とも見られたんや。二人目、一人目やったら。あ、一枚はやったよ、図書館側。裏を取られた。上から来てているんだよな。で、あ、図書館から撃たれたら俺ちょっと前に攻めるって言った。図書館1枚やったろけど。いや違う。いやあ。後ろから来たか。俺やっぱ北側行った方が良かったんだね。北側に最初に2人行ってたから俺も北は捨ててもう南に行った方がいいかなと思って南に行ったんだけどさ、北側はやっぱり勝ち取っといた方が良かったな俺。どうやろう、俺もでも図書館ってディレクターが裏扉側見てくれないと俺ロング見れなかったからさ、どうだろうね。いやだから結局北行って、北に最初高野君とリオスが行かなかったっけ。俺一瞬だけあれ秘密が一瞬見てレコーディング行ったよね。リオスもだからもう2人も行ったら北側だよ。だからその俺行ってない。行ってない。うん、レコーディング突き抜けてそのままエレベーター通路行った。通路を見れる場所行った。だから本当は北側を確保した方がいいからいつも行くんだけど北側に。俺はけども北側に何人も行っても意味がないなと思ったから、俺はもう高くんが北側結構行けるからそのまま他の仲間のパーティーと一緒に進んでいったんだけど、これダムダムじゃなくて63使ってたから俺よかった。まあね、こういうこともあるよ。よし。ということで、まあ負けちゃったけど、
今日はここで私の配信自体は終わろうと思います。みんなありがとうございました。まあね、ルートダービーきっと面白いんで、ルートダービーの予選を抜けましょうということで、とりあえずでは配信ここで終了します。じゃあね。